心経が仏教の要点を書いたものだという立場からすればですね、この色即是空、空即是色というものの理解というのは、仏教の肝心要の概念ということになって、なんていうか、この動画で10分くらいで語り尽くせるわけがない。仏教も2500年やってますからね、そんな簡単に語れるものではないわけですが、そこのですね、色即是空、空即是色について理解を徐々に深める。毎日ね、私もこうやってもうだから何十年も、もう住職になってからももうね、何年だ、30年以上で、高野山に行って坊さんに仲間に入ってからでももう40年50年近くなりますからね。その間、ほとんど分かってなかったね。最近ですね、色即是空、空即是色。やっぱりなんていうの、そこが要点だっていうことをまず認識するっていうのが第一歩でね。じゃあどうなんだっていうのを、それ分かれば、それはお釈迦さんだからね、それが分かればお釈迦さんだから、分からなくてもいいっちゃいいんだけど、そこがでも分かったらば、仏教的に言えばね、一切の苦しみや災難から逃れると、あるいは生老病死、生きる、老いる、病気になる、死ぬと、こういういろんな、こういうものにまつわるね、こういうものにまつわるいろんな苦しみや悩みから解放されると、そういう立場であるわけですよ、仏教というのは。で、だから問題意識を持ち続けなきゃやっぱり幸せにはなれないと、そういう考え方なわけなんですよね。で、その色即是空、空即是色のね、だから色っていうのは今の、言うたら今我々を取り巻く現実ですよ。皆様から言えば、目の前にモニターがあって私の声が聞こえてね、その部屋があって、椅子に座ってるか、寝転がってるかで、とかね、そういうことでこの動画を見ていただいてると思うんだけど、そういうのの取り巻く現実ね、あるいは皆様が今置かれてるいろんな悩みとか、あるいは希望とかね、いろいろ、そういう現実がすなわち色、色即是空でいうとこの色なわけですよ。ところが、それを心経で説明すれば、それはつまり空を自分の感覚器官で観測して、脳内で現実として組み立ててると。で、空の一部を切り取って自分の現実として理解し、自分の現実になってるということになってくるわけで、それはね、誰にも否定できない、その通りなんですよ、その通り。目の前の現実は、だからパッと今目をつぶってね、耳を塞げば、もうそれは空なわけや。空で、言うたら量子論で言えばエネルギーであり波動でありなわけ。で、その空はね、空というものだから、今自分が置かれてる色というものが、空の中から自分なりに切り取った一部分であるっていうところに気がついたらば、まず第一歩。気がつくっていうか、それはそうだからね。
それはそうだから、まあ、議論の余地はないんだけど、そこが第一歩で、あとその空に対する理解だよね。理解。これがどこまで、まあ、空というものを自分自身理解していくか。これをめ、あの、仏教で言えば目覚めるとも言うし、道を行くとも言うんだけどね。空をどこまで理解するか。というのは、その空というのは、まあ言うたらエネルギーの塊であり波動でありと、まあ物理学的に言えばね、そうなんだけど、まあ、お隣さんのやかましい親父も空、まあ目をつぶってれば空だしね。まあこっから、例えば出かけていく会社の上司も空だし、ということにもなるわけよ。人間も空だし、物理的な、まあ、電車とかね、ビルとか家とか山とか川とか空とか海とか、それも空の一部だし、そこに住んでる人間も一人一人全部空の一部だし、なんだかんだ言ってる、まあ、屁理屈から立派なお説からいろんな科学理論も全部空だし、ということになって、空というものが、まあ、様々な形で、細切れというかね、それぞれ別個に理解されるということでも、まあこれはこの今我々の現実なんだけど、空の中では、まあ一でもなく、一度、まあでもなく切り離されて多数でもなく混然として、まあ一つの波動の中で混じり合ってるわけ。まあだから最近ね、本当驚くべきことに、YouTube でもエンタングルメントっていうのを言ってる人をね、私この前見たけど、エンタングルメントなんてね、まあ私がそういう術語は、もちろんだから研究者の間ではね、そういう言葉あったんだろうけど、まあ目にすることもなかったしね、私がこのクォンタムセンスなんていうこのね、名前をつけたブログとかホームページとか作り始めた頃はね、誰もそんなこと知らなかったわけよ。で、今はもうエンタングルメントっていうの、まあそれもね、まあ、一種の一つの解釈の一部分なわけだけどね。で、そういうものが混然としてるんだよね。その観測される前の波動の中では。で、混然としてて、実は距離も時間も測れないわけよ。測ろうとすると、それはクォンタムになるわけ。クォンタム。量子、素粒子でもあるし、だから英語で言うクォンタムになっちゃうわけ。で、それはつまり、仏教、まあ、この神経で言えば、生老病死でもあるわけ。生老病死は要するにクォンタムの産物なわけ。ところが、その観測される前の空の状態であると、それは空であってクォンタムではない。これははっきりしてる。空であってクォンタムではない。だから生老病死はない、ということになってるんですよ、神経ではね。で、それがどこまで理解できるかということなんだけどね。で、まあ、その空というものが、ないわけじゃないわけよ。ない、あるから見えてる。まあ、このね、モニターにしろ見えてるわけだけど、ないわけじゃないんだけど、あるとしても非常に、何というか、まあ、観測される前のもんだから言いようがないんだけど、言いようがないんだけど、もう足しも引きもせず、距離もなく、過去も未来もない状態なんですよ。で、それが実は自分の本心というかね、本心というか自分自身の本質だということに目覚める。ということを、まあ、
温室っていうかね、空に自分というものが実は今現実だと思ってる方が言うたらアバターね、アバターで言うたらマトリックスで言うたら、幻想で、神経によれば天道無双、無双夢なんだよね。今の現実というの方が夢で、空で、過去も未来もあっちもこっちも上も下もない、一塊の、安らかな幸せな喜びに満ちたエネルギーの塊。喜びに満ちたというか苦しみはないんだよね。苦しみがないから。その空というものについて、いろいろ想像してみるというのもね、これ仏教の修行になるんですよ。空というのは本当はだから見る前の世界、これをね、言うたら禅宗の公案なんかそういうものに導こうとしてるんですよ。そう思って公案を研究したらば、なるほどなと思われると思いますが、そこに本当の自分の居所があるということに、それを仏教はだから、今が無想、夢だから、夢から覚めるっていうわけよ。それを目覚めるっていうふうに、例えて言うわけですね。